まずは車両の登録を行っていきましょう。まずはじめにモニターの電源を入れます。下にスクロールしてはいを選択してください。そして左下のスパナアイコンをタップ。車両、新規と選択し、スライダーを一番下までスクロールさせてその他を選択しましょう。次に AES、チェックマークをタップ。新規車両のダイアログで車両名をタップします。キーボードが表示されますので車両の名前を入力しチェックをタップ。車両名が入力できたら OK をタップしてください。続いて A から H まで順番に計測していきます。 A は前輪の軸中心から後輪の軸中心。計測したら数値を入力していきます。 B は後輪の軸中心からロアリングピンの位置。 C は機体中心からアンテナ中心までのズレ。基本は0で OK です。 D はアンテナ中心から後輪の軸中心の前後のズレ。 E は地上からアンテナ底面。 F は地上から後輪軸の中心。 G は前輪軸中心からウェイトの先端。前に作業機をつける場合は作業機の先端を計測します。 H は車幅。これは作業画面での表示のみになります。続いては作業機の登録です。牽引機器、新規を選択します。新しい牽引機器の種類で目的の牽引機を選択しましょう。作業機名をタップし名前を入力します。名前の入力が終わったらチェックマークをタップ。入力した牽引機名を確認して OK をタップします。次に ECU の種類、なし、 OK と選択。間違いがなければ矢印マークをタップします。牽引機の制御は触らず矢印マークを選択。牽引機器の機能をタップし、ダイアログでその他を選択。OK をします。間違いがなければ矢印マークを選択しましょう。この画面になれば、牽引機器の基本設定が終わりましたので、OK をタップします。次に、牽引機器、仮想、形状と選択して、牽引機器の形状画面にします。各寸法を入力していきます。 A は作業幅、 B は作業かぶせ幅、 C はロアリンク中心から作業機の前面、 D はオフセット量、 H は全長。入力が完了したら閉じるをタップします。続いてはホイール角度センサの調整を行います。セットアップ画面のスパナアイコンをタップ。ユーザー、アクセスレベルを選択し、パスワードをタップ。キーボードでトプコン1と入力して、チェックマークを選択します。アクセスレベルがディーラーになっていることを確認しましょう。そして、ステアリング、ホイール角度センサをタップします。有効を選択して、OK をタップ。調節が必要ですとダイアログが表示されますので OK を選択します。次に電動ハンドルのスイッチを入れます。インジケーターが緑に光ることを確認しましょう。続いてステアリングを4分の1から2分の1回転させるとインジケーターが点滅から点灯に変わります。そしてシステム診断アイコンを右にスライドし、右側メニューのホイール角度センサーアイコンをタップします。メニューバーを下にスクロールしてホイール角度センサーの現在の位置を確認してください。ステアリング直進時に512に近い値まで調整します。設定が終わったら
こちらの芋ネジにネジロックを塗布してしっかりと奥まで差し込みましょう。続いては VRS 方式で使用する CP トランスの組み付けです。はじめにアンテナのケーブル先端を本体に装着します。先端が二股に分かれていますので CP トランス本体の端と端に線をつけていきます。中の金具は使用しません。続いて CP トランスの電源線を組み付けします。電源線には USB になっているタイプとメインハーネスから電源を取るタイプがあります。電源は横に長い本体下部の長方形カプラに組み付け、今回はメインハーネスから電源を取る線を使用します。上側に凸部分が上に来るように差し込みましょう。カチッという音がするまで奥に差し込んでください。シリアルと書いてあるところに補正情報の通信ケーブルを差し込んでいきます。凸側が下になるように差し込みましょう。最後に補正情報用先端部を台形のカプラに組み付けます。カプラの向きを合わせて差し込みましょう。これで電源ハーネスと通信ハーネス、アンテナのハーネスの3本がつながり完了です。続いては VRS 方式の位置情報の取得です。システム、 GPS、 修正の順に選択し、修正ソースを RTK 外部モデムへ変更します。修正棒レートをタップし、ダイアログから38400を選択し OK を選択しましょう。次に GGA 出力をタップし、 GGA 出力を有効に設定、 OK をタップします。それでは受信確認を行いましょう。 GPS 情報アイコンをタップし、 GPS 精度アイコン、 RTK の順に選択します。こちらの受信メッセージ数が増えていれば OK です。